めっちゃいいのに。仕事終了。でけえ、この地上15センチぐらいで取れる、はい、止めるのが、そこがキープ、あのポイント1、10、4、4、4、4、10秒お腹すいたんで飯行きます。はい、というわけで今マーさんでご飯食べて帰ってきました。もうね、お腹パンパン、わかるかな、膨らんでるのパンパンっすね。もうしっかりトレーニングして練習してご飯もたくさん食べて、今日ちょっと時間が遅くなっちゃったので、この後速攻でさっとシャワー浴びて寝ます。だいたいね、水曜日と金曜日っていうのは、まあ、いつもは仕事が8
8時半から仕事なんですけど、水曜日と金曜日っていうのは、15時に早上がりをして練習をするためにそれぐらい出勤時間が早くなってます。なんで今日とか6時出勤ですね。6時から15時で、15時に退勤をしてそこから練習をするっていうような流れになってます。はい、というわけでまた明日から仕事も野球もしっかり両立ができるように頑張っていきたいと思います。こんな感じでこのチャンネルでは仕事と野球の両立にチャレンジをしている社会人野球選手砂田の日常をですね、まあ、Vlog をメインに発信をしています。面白い、参考になった、やる気が出た、勇気をもらった、そんな方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。